すごいな。ええ、さすが一刻をまとめ上げる人たちばかりね。しかし鉄血宰相かなりガタイがいいじゃん。共和国の大統領の方はひょうひょうとしたタヌキって感じだね。リベールのクローディア王太女も素敵ですね。それにあのユリア巡査をこんなところで見られるなんて。各国首脳の皆様、ようこそ遠路はるばるクロスベルへいらっしゃいました。クロスベル市の市長ディーター・クロイスであります。この度は西ゼムリア通商会議に参加していただき誠にありがとうございます。通例ならばこの場で歓迎の意とともに開会宣言をさせていただくところですが、その前にこの記念すべき日にこと寄せて皆様のお時間をいただきたいと思います。ご紹介申し上げます。クロスベル市の新市長者として貿易金融都市クロスベルを象徴する新たなるランドマークとして、何よりも大陸全土の平和と発展に貢献する国際交流センターとして皆様にお披露目させていただく大陸史上初の超高層ビルディング、オルキスタワーであります。さすがに度肝を抜かれたね。技術の進歩というのは凄まじいものだな。まるでリベルアークを思い出してしまいますね。ええ、さすがにアクシスピラーほどの高さではありません。なんとも豪気じゃないか。君の報告は受けていたが、まさかここまでとはな。ええ、私も実物がここまでとは思いませんでした。さすがは IBC の資本力といったところでしょうか。実際大したものだ。この因縁の地にこれほどの大伽藍を築くとは。とりあえず一度屋上に登ってみたいね。市長さんに頼んでみたら登らせてくれっかな。それでは改めまして、首脳の方々およびこの場にいる全ての関係者の立ち会いのもと、西ゼムリア通商会議の開催を宣言させていただきます。大したものですね。素晴らしい。この光景を見ただけでもクロスベルに来た甲斐があったというものです。首相なことを。まあいい、私は行くぞ。どうも奇妙なネズミどもが入り込んでいるようだからな。ええ、そちらはお任せします。
それと明日のイベントにはぜひとも協力をお願いしますよ。あなたが来てくださるだけで相当な箔がつきますからね。まあいいだろう。さらば。相変わらず神出鬼没ですね。あの気まぐれさえなければこちらも助かるのですが。どうやら気まぐれというわけではなさそうです。彼がこちらに協力してくれるタイミングにはルールがある。それを見極めておけばめったに断られたりしませんか。そうなのですか。しかしそのルールとは一体。まだ秘密です。ここまでは段取り通り。明日のイベントの成功のためもう一頑張りしておきましょう。はっ。とんでもないね。ねえねえ、シャーリーたちでぶっ壊せたりしないかな。気持ちはわかるがやめとけ。いずれあのビルにも役立ってもらうつもりだからな。ああ、そんな。まあいいや、街の方をぶらついてくるね。あのビルのせいですごくにぎわってるみたいだし。ああ、行ってくればいい。ははさすがお嬢だぜ。よっぽどあのビルが気に入ったんすかね。それもあるだろう。だがそれよりも血の予感に酔ってるんだろうさ。ん？なるほど、シャーリー様らしいかと。さすがは俺の娘。どうやら明日はたっぷりと楽しませてやれそうだ。かくして運命の塔は現れ、あまたの因縁を巻き込みながら螺旋を描いていく。ブルブランがいかにも好きそうなシーンだな。まあこれだけのイベント、彼なら勝手に見に来てそうだけど。おっと、来た来た。あとは彼らに渡すだけか。それじゃあせっかくだからお楽しみの準備もしとこうかな。ABC のテコ入れでやっと完成したんだっけ。まさかあんな綺麗なビルが建てられていたなんて。やっぱディーター市長はやることがでかすぎるぜ。すっげえ。ママアンディ、探検に行ってみようぜ。探検。また怒られるってば。分からなくもないけど。すごいの。確かにすごいビルだな。カルバードじゃ考えられないぞ。うちがこの街にこだわるのも分かる気がする。みんなすごく盛り上がってるね。ねえねえキアちゃん、そんなに大きなビルなの？キアちゃん、そこにいるよね。あ、ごめんね、しずく。すっごく大きいよ。色も青と白で綺麗でスラーっとしててかっこよくて。でも、どうしたの？どこかで見たことある気がする。
なるほど。通商会議の本番は明日ですか？ああ、今日のところは昼食会に各種懇談会ってところだな。夜には晩餐会に加えてアルカンシェルの感激があるらしい。ちなみに首脳たちは全員ミシュラムの迎賓館に泊まる予定だ。迎賓館というとハルトマン元議長の屋敷ですね。へえ、あのバカでかい屋敷、そんな風に使われてんのかよ。ま、ハルトマンについては汚職や違法取引に関する罰金が凄まじいほどの額になったからな。その代償として没収され迎賓館として使われたってわけだ。まあ自業自得でしょうね。それじゃあ当然ミシュラム方面は封鎖ってわけかい？ああ、通商会議の期間中はホテルやテーマパークも臨時休業だ。そっちは警備隊が詰めているから心配する必要はないだろう。わかりました。俺たちの方は昨日に続いて支援活動に専念しますか？それで構わんだろう。招待客の中には昼食会の後クロスベル各地を訪れる者もいるようだ。何か問題が起きるかもしれんからお前らでフォローしとくといいだろう。
了解しました。しかしさすが招待客どもは波のオーラじゃなかったな。特に鉄血採取、あれはただもんじゃねえぞ。ああ、あのレクター大尉が控えていたのも気になったけど、最初本人はそれ以上に圧倒的な雰囲気の持ち主だったな。共和国のロックスミス大統領は親しみの持てる雰囲気だったけど、でもすぐ近くにあのキリカさんが控えていたな。カルバートの諜報組織ロックスミス機関の人間、庶民派で知られる大統領だけど、やっぱり一筋縄ではいかなさそうね。でもリベールのクローディア姫はさすがに気品がありましたよね。一緒にいたユリア巡査もすっごくかっこよかったですし。ああ、リベール王国の王室親衛隊の女性隊長だっけ。なんでもその筋じゃ熱狂的なファンがいるらしいけど。うん、そうだけど私もちょっとファンだったりして。へえ、そうなのか。なんだなんだ、お嬢そういう趣味だったのかよ。別に趣味ってわけじゃないけど、その前にリベールに滞在した時、王室親衛隊のパレードを見物して写真集なんかも出ていたから思わず買っちゃったのよね。なるほど。それ後で見せてください。いいわよ。やれやれ、嘆かわしいね。男装の霊人は一種のロマンだからね。僕としては帝国の王子殿下も結構気になったけどね。オリバルト王子か。最近割と聞く名前だけど。リベールの異変の解決に一役買ったことで有名な方ね。それからいろいろな催しに出席して評判になっているみたいだけど、確か王位継承権は持っていらっしゃらないのよね。そうなのか。あれ、リベールの異変の解決に一役買ったっていうことは、エステリやヨシアたちと知り合いだったりするのかな。あ、そういえばあの二人顔が広そうだったし、あり得るかもしれねえな。ただいま。ヒーヤ、サイト、おかえり。お、あら、しずくちゃんは一緒じゃなかったの。一緒に見たよ。すっごかったね。ロイドたちは近くで見たんでしょ。はあ、正直大きすぎてよくわからないくらいだったよ。ま、とんでもないビルってのは嫌ってほどわかったけどな。キンアちゃんの方がバッチリ見えたかもしれないね。うん、すっごくかっこよかった。花火だっけ、あれもすごく綺麗だったし。どうしたんだ。あ、ううん、なんでもない。ロイドたちはこれからまた仕事に出かけるの。ああ、夕方には戻ると思うけど、課長の方はどうですか。今日は俺はここで待機だ。何かあったら連絡するから遠慮なく出かけてこい。はい、お言葉に甘えて。端末をチェックしてから出かけましょうか。来ているけど、どれも気になるな。この演奏家の創作っていうのはちょっとよくわからないけど。いやー、でもまさか遊撃士のお姉さんたちの妖精とはね。訓練ってのは色気がねえけど、時間があったら寄りたいよな。いい機会かもしれませんね。こちらの猫の創作というのはあのご家族からみたいですけど。ああ、東通りに引っ越したボンドさんのところだな。いろいろ大変そうだし、できれば力になってあげたいな。そうね、私も賛成。私たちを頼ってくれたみたいだし、忘れずに訪ねてみましょう。タワーのお披露目とリップたちの来訪で街も浮き足立っているみたいだ。いろいろ回ってみるのも楽しいかもしれないね。